日本 EEZ で直径5メートルの中国ブイ漂流。尖閣北方沖、政府が回収検討。尖閣周辺に中国船4隻、41日連続航行。東シナ海の日本の排他的経済水域 EEZ 内で1月下旬、固定具が壊れて漂流しているブイが見つかったことが政府関係者への取材で分かった。ブイには中国海洋観測 QF223 と記され、中国当局が設置したブイとみられる。海上保安庁は航行警報を出して周辺の船舶に衝突などに注意するよう呼びかけている。日本政府は運用目的の分析を進めるとともに回収して装置を詳しく調べることも検討している。複数の関係者によると、海保の巡視船が1月29日、沖縄県尖閣諸島から北約170キロの海域で直径約5メートルのブイが浮かんでいるのを発見した。上下逆さまにひっくり返った状態だった。鎖のついた重りを海中に下ろして固定する渓流型ブイとみられるが、鎖の根元が破断して重りを失い漂流した可能性が高い。東シナ海では昨年7月、中国当局の調査船が尖閣諸島から北西に約80キロの日本 EEZ 内に海洋調査用とみられるブイを設置していたことが判明した。ブイの直径は約10メートルで、中国海洋 QF212 などと書かれていた。日本政府は外交ルートを通じて中国に抗議し、即時撤去を繰り返し求めたが、中国は応じず、現在も設置されたままになっている。以前の直径10メートルのブイはその後どうなったのか報道がなかったけど、そのまま今でもあるってか。日本のマスコミと政府の不甲斐なさが悲しいわ。フィリピンや台湾など中国相手に毅然とした態度をとっている。日本が見習うことができないなら、このまま弱腰外交しかできないなら、マスコミはそのことを明らかにしろや。中国に忖度や遠慮する議員は落選させるという世論の動きに期待したいが、マスコミにしてからが偏った報道ばかりやから頼りないことこの上ない。一方的に回収、調査し、堂々とした抗議を世界に向けて発信し、中国という国がいかに横暴な国かということを全世界に知らしめる。そういう外交がなぜできないのかね。情けないわ。尖閣周辺に中国船4隻、41日連続航行。第11管区海上保安本部によると、石垣市の尖閣諸島周辺の領海外側にある接続水域では1月31日午後3時現在、中国海警局の艦船4隻が航行している。尖閣周辺で中国船が航行するのは41日連続。4隻は海警1301、海警1302、海警1401と機関砲らしきものを搭載した海警1303。海保の巡視船が領海に侵入しないよう警告している。中国は上陸実効支配の隙を狙っていますよ。そして竹島を韓国に実効支配された日本の甘さ、口だけの日本、後から遺憾としか言わない日本ということも分かっているはずで、成功する確証が得られれば中国船で島を取り囲み上陸を試みるでしょう。そうならないよう一刻も早く尖閣に自国防衛の要塞なり自衛隊を常駐させるべきでしょう。並行して国連での中国の影響力を弱体化させるべく、国連総会での常任理事国廃止に働くべきです。石原慎太郎知事が東京都で買った尖閣諸島を海上保安庁と自衛隊でしっかりと守ってください。石原慎太郎さんが生きていたら激怒して記者会見をするでしょうね。石原慎太郎さんには首相になってほしかった。
海上保安庁と自衛隊で日本を守ってください。お願いいたします。台湾有事で最大の弱点、米軍が兵站増強に本腰。米国とオーストラリアが上陸作戦や地上戦、航空作戦の軍事演習を行った昨年夏、中国の軍事的野心の高まりに対抗するために両国が防衛協力を深化させているという派手な見出しが躍った。しかし、台湾有事に備える米国の戦略立案者らにとって、このタリスマンセーバー演習は、はるかに地味な価値を持っていた。米政府関係者によると、演習後に装備品を残したことで、オーストラリアに武器の集積が進んだという。米国と同盟国は、中国が数年以内に台湾へ侵攻する可能性に懸念を募らせている。米軍は準備を厳しく見直し、重要な分野、すなわち兵站ネットワークの不備を補おうと努めている。米陸軍によれば、同演習後に残した装備品には、オーストラリア南東部バンディアナの倉庫にある約330台の車両とトレーラー、130個のコンテナなどが含まれる。軍事演習や自然災害、あるいは戦争で必要になる物資だ。チャールズ・フリン、米太平洋陸軍司令官は、ロイターのインタビューで、こうした準備をもっともっと増やしていくつもりだ。この地域には、我々がすでにそうした合意を結んでいる国々が他にも数多くある、と述べた。ロイターが、現役・現職の米政府高官20人以上に行ったインタビューによると、太平洋における米軍の兵站は、台湾有事をめぐる米国の最大の脆弱性の一つだ。米政府のシミュレーションでは、中国はジェット燃料の供給や給油船を爆撃することで、戦闘機と戦ったり、米艦隊を撃沈したりすることなく、米国の海軍力、空軍力を麻痺させようとする可能性が高いとの結論が出たという。これに対して米国は、オーストラリアにある倉庫を含め、アジア太平洋地域全体に兵站拠点を広げようとしている。米軍の兵站ネットワークは集中しすぎており、兵站強化に対する政府の資金拠出と切迫感は不十分だとの批判もある。兵站などを管理する米下院小委員会を率いるマイク・ウォルツ議員、共和党は、ちょっと掘り下げてみると、インテリジェンスコミュニティ、諜報に関わる各公的機関の情報を集約する組織は、今後5年間について赤信号を発している。ところが、そうしたリスクに対処する時間軸は、10年、15年、20年と長い、と対応の悠長さを指摘。ミスマッチがあると語った。米国のリスク。米軍の兵站部門、米輸送軍、トランスコムは、ロシアとの戦争でウクライナ軍に大量の装備品と大砲を提供するという大きな成功を収めている。しかし、遠く離れた台湾を支援するのは桁違いに難しいだろうと、米政府高官や専門家は認めている。ある米軍高官は、インド太平洋地域における最優先事項は弾薬の供給であり、次いで燃料、食料、装備の予備部品だと述べた。弾がなくなれば、中略、即座に問題が起こると同高官は述べ、台湾有事への準備はすでにかなり進んでいると付け加えた。米政府高官らは、大規模な紛争が発生した場合、米海軍の艦船はすぐにミサイル防衛の装備を使い果たす可能性があると警告している。4月に米議会向けに実施された戦争シミュレーションでは、中国は台湾への水陸両用攻撃を想定し、この地域の米軍基地に対する大規模な空爆とミサイル攻撃を行った。その中には沖縄の米海軍基地や東京の横田基地も含まれていた。シミュレーションを担当したシンクタンク、新アメリカ安全保障センター、CNAS のベッカ・ワッサー氏は、米国の兵站拠点、
給油艦や空中給油機への攻撃による潜在的な影響が示されたことは、多くの議員にとって警鐘になったと語った。中国は意図的に兵站拠点のいくつかを狙い、米国によるインド太平洋での作戦維持を困難にしようとするだろうとワッサー氏は言う。このような脆弱性に対処するため、米軍はフィリピンや日本など太平洋地域の同盟国との協力を拡大しつつも、より安全な備蓄場所としてオーストラリアなどに注目している。バイデン政権は7月、米国はオーストラリアのバンディアナにも暫定的な兵站センターを設立し、最終的にはクイーンズランド州に永続的な兵站支援地域を作ることを目指すと発表した。ロイターが閲覧した米軍の内部文書によると、バンディアナの施設は車両300台以上の収容が可能だ。米空軍は昨年7月、オーストラリア、カナダ、フランス、日本、ニュージーランド、英国とともにインド太平洋で空中給油や医療搬送の訓練を含む多国籍軍事演習モビリティガーディアン23を実施した。軍はこの機会にグアムなどにも装備を残した。ジャストインタイムからジャストインケースへ。米軍の考え方には変化が起きている。米国は過去何十年も外国勢力が自国の兵站基地を標的にする心配をせずに済んできた。このため戦略立案者は効率性に焦点を絞り、民間メーカーで一般的なジャストインタイムの兵站モデルを採用することができた。しかし中国との紛争が起きれば、ソウル近郊のハンフリーズ基地を含む巨大基地が格好の標的となる可能性がある。こうしたリスクを見据え、米国は備蓄を分散させ、地域全体に物資を事前配置するなど、よりコストのかかる兵站アプローチへの切り替えに動いている。米国防総省の兵站責任者の一人、ディオン・イングリッシュ少将は、効率性に代わって効果を重視する計画を立て、ジャストインタイムからジャストインケースに移行する必要がありそうだと語った。ロシアが2014年にクリミアを併合した後、米国は欧州でこれを実践。